後崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、袴田さん大好き、お金の話です。嫌いな人いないですからね。まあまあそうですよね、はい、今日はですね、はい、プロ野球界の賞金のお話です。はい、だからまあプロ野球界ね、うん、大きく言えば、はい、お金が入ってくる収入源、うん、選手で言えば、はい、まあ大きく言えば一番年俸ですね、はい、でその次がメーカーアドバイザーになったら、うん、そのアドバイザー料ね、はい、で最近だとゲームテレビゲームとかの著作権、うん、はい、であとベースボールカード、はい、とかそういうのも入ってくるのか。そうそう、はい、あとはテレビとかでこれはまあ芸能界もそうなんですけど、写真とか使えば肖像権、うん、っていう、あとはグッズ収入っていうところが、まあ、あとは取材とかいいねとかはあるけども、はい、まあ大まかに言ったらそういう感じですね、はい、うん、でプラス一番よく分かんないのが、はい、賞金っていうね、はい、よく聞くじゃないですか。聞きます。完封したらいくらだとか、巨人は巨人立つみたいな、うん、あれどういう賞金が、はい、ね、あるのかっていうね、はい、だからロッテでもですね、うん、監督によって違うんですよ。監督決めてるんですか。そう、監督によってない時もある、ないのみたいな。だからその監督にもよるなんだよね。じゃあその賞金、監督が決めた賞金は誰が出してるんですか。その賞金、それ球団が出してるパターンもあるし、その賞金、はい、年間の賞金予算っていうのもある。それを監督がしっかり取れるかどうか、はい、これはどこまで事実か分かんないけど、その予算を自分の予算に当て替えて、はい、自分の経費として使うパターンもあるらしい。資本主義の人たちがね、うん、だから、まあ、そこはまあ定かじゃないんで、はい、まあ、ここはらしいよ情報なんですけど、まあ、基本的には予算があって、はい、その中から、まあね、賞金に当てるパターンもあるし、はい、監督のポケットマネーから監督賞っていう賞金を出すパターンもあるし、あ、まあ、いろんなパターンもあるんだけど、まあね、その賞金の話っていうとね、はい、星野さんね、で言うとこれは聞いた話なんだけど、はい、タイガースの時に、うん、特に巨人戦とかで、はい、もう大事な場面で打つと、うん、監督室呼ばれるらしい、はい、で今日は良かった、うん、賞金やちって帯のままくれるらしい。300万、とかもう超大事な試合だったら、はい、帯に行くとか。だからそのもう、まあ、もう特に巨人戦で、うん、の勝負どころでとか、その決勝打とか打ったりしたら、はい、それはもうベテランだろうが若手だろうが、はい、2軍から上がってきた選手だろうが監督室呼ばれて、うん、マネージャーがなんとか監督室って言ったら今日は良かったぞドンって、くれるらしい。すごい。で、はい、ありがとうございます、明日から頼むな、はい頑張りますって言って、はい、ロッカー帰るじゃん。一番最初なんて言われるか知ってる。いくらもらったって。それ絶対使うなよ。逆に言うと、超大事な試合の、超巨人戦とか優勝かかってるとか終盤とか、超大事なとこで、逆にもう決定的、致命的ミスすると、監督呼んでるって言って、どこまでの試合罰金100万って言って、はい、あの、もらったやつ、そのまま返す。ってことは、あの、それもらってる人に限りですか。うん、そうそうそう。そうですよね。まだあるから、ベテランとかだと知ってるらしいけど、はいはい、あの、若手とか上がってきたことか分かんないから、はい、やっぱ張り切って使っちゃうと、はい、払う時になくなるから、うん、あの、それ絶対シーズン終わるまで使うだよって言われてる。そうですね。終わってやっと使えるお金ですね。でも逆によ、はい、致命的なミスしなかったら、はい、それそのままだからね。そうですよね。うん。いいよね。いいですね。でも、あの、張り切って使っちゃダメ。はい。あの、罰金だとかって言って。みんなで1年間取っておこうっていうね。だから、あの、全部行ってこいになったら、誰も不幸にならないっていう。幸せにもなんないけど、不幸にもなんない。そうですね。っていうのが、はい、まあ、俺は一緒にやったことないから、はい、オリンピックしかね、わかんないけど、そういう話聞いたことある。へぇー。で、ロッテとかだと、はい、でもこれ、球団に本当によるんだけど、うん、一時期、ボビーの時だけど、1試合40万って。予算がですか、うん、ピッチャーと野手で20ずつ分けて、はい、でそれでチームの、 その試合の貢献度によって分配。へー、じゃあ必ずその日いい動きをした人がもらえるってことですか、うん、でもカード勝ち越さないともらえないんだよ。だから3連戦、うん、2連戦、はい、3連勝、はい、もしくは2勝1敗、うん、1勝1敗1分けっていう、はい、5割以上になって初めてその功績が認められて賞金くれるの。へー、逆に言うと1勝2敗だったらゼロ、あーもう帳消しになっちゃうんですね、その1勝分がね、うん、だからピッチャーとか一番むごいのが、はい、あの2連敗した3戦目のピッチャー完封してもゼロ円だからね。そっか、帳消しですね、うん、うん、だそういったところのね、はい、まあ、ルールがあるんだけどね、うん、
で他のチームとかだと、うん、あのもう勝ち越そうが勝ち越さまいが、はい、10勝したら10勝分くれるみたいな、はい、なんか楽天の初期とかは、はい、なんか球団給料少なかったけど、うん、歩合で全部くれるみたいな。だからサッカー、J リーグと一緒ですね。あ、 J リーグもそうなんですか。 J リーグもあの那須さんとかに聞いたのが、はい、給料低いけどその勝利給が高くて、うん、それですごいもらえるっていうパターンがさ、今は分かんないけど最初の楽天とか、はい、コーチでも1試合勝ったら 1勝5万とか、はい、へ、だって1勝5万で60勝したら300万だから、ね、そうですね、っていうのがもらえるとかっていう、その佐藤さんのロッテ の、 そのシステムあるじゃないですか、うん、それっていうのはもうシーズン後にまとめて、うん、1ヶ月でくれる、はい、じゃあそれもう賞金をこう計算というか今日は誰に分配してみたいなのをはあっちで計算する人がいるから、やってる人がいるんですね。しかもロッテの場合は優しかったのが、はいはい、全部書いててくれてるから、こうなったらいくらっていうので、それをくれるからどれだけくれるか大体わかる、なんとなく今日これぐらいだな、これぐらいっていうのがね、でも勝ち越せないともらえない、はい、そっか、1戦目勝って今日いい活躍したなと思ったけど、うん、2戦目3戦目、うん、2戦目3戦目負けたらもらえないの、はい、そうなんだでも1試合カード1試合だったら、はい、それ勝ったらもらえるからね。そうですね、か何連戦かにもよるんだけど、うん、で、はい、そういう時にたまにボビーが大事な試合は、はい、よしこのカードは賞金倍って言って、はい、とか3倍って言う、大事な時は、はい、大体負けてもらえない俺もボビーが倍とか3倍って言った時もらった記憶ないもんね。もう言っては言ったら負けんのになって言いながら、はい、あの言った途端本当負けちゃう。でもそれぐらい大事な時だからね、はい、まあ、ボビーを言うんだけどね、はい、いうのもあって、うん、だからそういうのの賞金の中身あったりとか、はい、監督賞で言うと、はい、ボビーが面白かったのはボール先行した時の変化球誰も打たないから、はい、よし今日から2ボールから変化球ホームラン打ったら賞金って、はい、俺札幌ドームで、はい、スイーニーっていうピッチャーがいたんだけど、はい、あの2ボールからスライダーライトにホームラン打って、はい、よっしゃって、はい、でもその試合負けたんだよ、はい、負けたんだけど、はい、ボビーに次の日、うん、ボビー2ボールから昨日ホームラン打ってるって、はい、でもらったなんか、うん、とか言いながらくれた、くれた、負けてるからね、そうやって渡してくれたんですか。そうそう、だからそういうのもあるのよ個別に、こういうのしてほしかったらもうそれに賞金当てて、こうなったら賞金出すみたいな、はい、あとなんか球団によったら初勝利あげたらなんか贈り物届くとか、はい、星野さんとかはなんかあの選手の奥さんの誕生日に花が届くとか、とかいろいろね、そう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 、かなりプレゼントしたみたいですね、うん、球団によって本当に違うんですね。そうそうそう、うん、あとはあの日本シリーズとかだと、はい、あの分配金っていうのがあるから、はい、日本シリーズは勝ったらもう分配されて出場した選手がガポッともらえる、うんうん、とか交流戦とかだと俺らの時賞金5000万だったから、はい、優勝して2500万ずつ分けて、はい、2500万を全員で分配なんだけど、うん、ボビーは交流戦試合出なかったやつも1、2軍全員で戦ってるからって言って、うん、2軍の1人まで分配。あとあの地方行くと嬉しいんだよね、はい、メイン球場だとホームラン打ったら賞金ってなかなかないんだけど、はい、あの地方行くと、うん、そのなんかスポンサーいっぱいついてるから、あのホームラン打つと1万円くれたりする。なんかホームラン賞がなんとかです。そうそうそう、ね、うん、1万円とか、ね、はい、くれたりしたりとか、うん、昔とか2軍でもジャイアンツと試合するときイースタンの試合地方行ったら賞金いっぱいついてたから、ね、はい、勝利者投手賞1万円って2軍とかだって1万円でも嬉しいじゃん、はい、めっちゃ、うん、あとなんか第一安打賞とか、はい、2軍でもジャイアンツはいっぱいついてた賞金、今はだんだんなくなってきてるけどね。あの楽天でいうヒーローになったら10万ポイントとか、まあ、ヒーローになったらっていうのあったんですか。だってはない。ヒーローは特に関係ないんですね。阪神とかでもヒーローになったら10万円とかくれるらしいから。そう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 、だからあの若手どんどん行けって言って、うん、なんかあの金本さんとかベテランとかは若手の方に行かしてやってたらしい、はい、そう、ね、そしたらくれるじゃん、大きいじゃんね、はい、うん、10万ポイントもでかいよ楽天。そうです、楽天ポイント10万ポイントプレゼントなんですけど、うん、でもたまに出たくないって言って引っ込むベテランの人がいるじゃないですか、うん、そう、そいつらは持ってるからね、はい、だから若いやつ行った方が嬉しいじゃん。私最初ヒーローインタビューした時3人出るって言われたのに、うん、結局出たくない出たくないって1人だったんで、うん、あのもったいなと思っちゃうんですよ、うん、10万ポイントでかいよね。そうです、でも税金引かれるからね。そこも引かれるんですね。そりゃそう、そっか、あの明細来るから。そっかそっか、あ送られてくるんですね。支払い調書来るから、はい、普通に賞金も支払い調書来るからね、はい、ポケットマネーでくれるわけじゃないから、年収の一部ですもんね、うん、だから税金払わなきゃいけないから、はい、全部支払い調書来るんだけど、はい、そういうふうな、裏の賞金で球団ごとに予算とかね、はい、スポンサードの違いはあるけども、うん、そういったところ合わせていくと、はい、本当に1ヶ月で、あの家賃とかは天秤、あの給料引き落とし、はい、銀行引き落としされるけど、うん、生活費は本当にあの ATM 行かなくても使わない。いいですね。おちょんですって財布入れるだけだから、はい、で財布は入んないなって家の棚に置いといてね、うん、まあ、オフになったらすっごい束出てきてね、はい、オフみたいななったりするけど、だからそういうのはまあありがたいね。給料以外では会社員はなかなか残業代ぐらいしかないですよ。ボーナスあるじゃん。俺はボーナスないからだからいいじゃん、はい、
そうですよね。しかも3倍だったらもしね30万だったら90万もらえるじゃん。でしかもその年その月給料30万あるから120万でしょ。そういうことですよ。でかいね。まあでもいっぱいもらってるからあれか、ね、そうですよ。そんなこと言ってんじゃねえよって。違うんですよ全然感覚が違いますよ。ビビるよ住民票本当にゼロ多いんちゃうかと思う、うん、ね、はい、まあということでね、うん、まだ思いついたらねプラス賞金の話していきます、はい。